始めるとするか。少しはマシになったようだな。本格的にしごいてやるとするか。後ろだ！うわっ！そんなに早いの、見えこないよ。見るのではない。感じるんだ。そんなことを簡単に言うけどさ、難しいよ。食事と睡眠以外はこの俺との戦い。覚悟しておけ。そんな死んじゃうよ僕。だったら強くなれ、この俺よりも。そして6ヶ月後にやってくるサイヤ人よりも。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。へっ、お父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕事じゃないぞ。はい。くそったりが。いよいよ本番ってわけだ。せいぜい楽しませてくれよ。これでとどめだ。バクリキマン。本気でやるぞ。クラッシュ。
終わりだ。くたばれ。これでとどめだ。バカリキマ。これをなめるなよ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。さっさと出てきやがれ。調子に乗るな。これでとどめだ。バカリキマ。カカロットかどうかは知らんが、戦闘力5000ほどのやつがやってくるようだな。ナッパ、二人を殺せ。三匹揃って手を組まれると厄介なことになりそうだ。ピッコロさん、逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。くだらねえこと言いやがって。貴様だけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと？いかん。うわぁ。何？ガキ、これまでだ。死ねえ。ピッコロ。ご飯？俺と まともに喋ってくれたのはお前だけだった。ピッコロさん、お願い、死なないで。死ぬな、よ、ご、あはん。さて、行くか。なんという力だ。これがどうかというやつなのか。待たせたな。やつがフリーザか。なるほど。確かにとんでもなさそうな化け物だ。これまでのナメック星人とはどこかが違う。弾き飛ばした。
貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。調子に乗るなよ。そこだ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。よく見ておけ。お待たせしましたね。さて第2回戦といきましょうか。ちょっと痛いですよ。ちょっと痛いですよ。調子に乗るなよ。ちょっと痛いですよ。これでとどめだ。バカリキマ。めったな、勝てね。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、悟空のやつ何かするつもりだ。元気玉だ。元気玉だと。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。とうとうバレちまったらしいぜ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対来るんじゃないぞ。消えろ。さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ。まだうろうろしていやがったのか、あのナメック星人め。フリーザの野郎、もうすっかり頭に来てやがるぜ。撃て、もう撃ちまえ。ダメだ、もう少し。どいつもこいつもこそこそと動き回りやがって、鬱陶しいハエどもは。あいつら残り少ねえ気で無理しやがって。よし、できたぞ。やる。しまった。こんなもの、こんなもの、
さて、行くか。貴様らが人造人間か。やっと面が拝めたぜ。お前も気がついたか、ご飯。あ、はい。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。いや、あんなもんじゃない。スーパーサイヤ人になった悟空の力はもっととてつもないはずだ。どうか。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ごはん来てくれ。すぐだ、人造人間が。エネルギーは残りわずかだぞ。このまま死んでしまえ。何？なぜだ、あいつに見つかるわけは。俺にやらせろ、ベジータ。絶対に手を出すな。手を出すな。いいぜ、もう一度奴のエネルギーを吸い取ればベジータに。何をごちゃごちゃと言っている。これでとどめだ。バグリギマー。うわっ、さあ来るがいい。ロシャッパ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 ロこれでとどめだ。バグリギマ。終わりだ。さあ来るがいい。本気でやろう。終わりだ。くたばれ。you
貴様の正体は何だ。話すんだ。詳しくな。その必要はない。お前はすぐに私の食事になるからだ。全力で戦う。それだけだ。俺が上手だ。くたばれ。魔空包囲弾。まだまだこれからだぞ。行くぞ。こっちだ。俺が上手だ。くたばれ。魔空包囲弾。まだまだこれからだぞ。激烈光弾。マヌケめ。マヌケめ。激烈光弾。無駄だ。貴様に吸収される前にぜひ聞かせてくれ。貴様は何者なのだ。私の名はセロ。ドクターゲロが使っていたコンピューターから生み出された人造人間だ。またドクターゲロか。私が完全体になるには人間どもの生体 X の吸収だけでは足りないのだ。ある二つの重要な特殊生命体を合体させる必要がある。特殊生命体だと、一体それは何だと言うんだ。ドクターゲロの作り出した人造人間17号と18号だ。コンピューターはこうも言っていたぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。なるほど。すまなかったな。おかげで謎が全て解けた。お前、話をさせるために。完全体とやらにさせるわけにはいかんぞ。さあ、来るなら来いよ。何？くらえ！な！貴様にはもう逃げ道がなくなったぞ。残念。惜しかったな。まだまだこれからだ。今度は本気でやらせてもらうぜ。バカが！
せてやる。そらそらそら。俺が上手だ。全力で戦う、それだけだ。しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。なんだあの変なやつは。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。貴様の相手はこの俺だ。逃げろ17号。じゃあな。あれがご飯か。さて行くか。さあ来るなら来いよ。何？くらえ！な！貴様にはもう逃げ道がなくなったぞ。残念、惜しかったな。まだまだこれからだ。今度は本気でやらせてもらうぜ。
ふざけるのもいい加減にしろ。そうだろ。しまった。戦いに来ようと思って接近に気がつかなかったか。なんだあの変なやつは。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。貴様の相手はこの俺だ。俺が浮気だ。くたばれ！魔空包囲弾！まだまだこれからだぞ。激烈光弾！バカだ！この私が！これで邪魔者は消えたな。さあ、勝負を再開しよう。いいだろう。決着をつけてやる。激烈光弾。俺の勝ちだ17号。17号をここまで追い込むなんてやるじゃないか、あんた。覚えておけ。孫悟空を殺そうとするならこの俺が立ちはだかるということをな。ち、今日は妙な邪魔が入ったからな。孫悟空を殺すのはまた今度にするか。行くぞ、16号、18号。ピッコロさん、すごいや。たった一人で人造人間たちを追い返しちゃうなんて。ひとまず助かったぜ。今のオラじゃあいつらにも苦戦したったろうかな。まだ安心はできんがな。あいつらはまたお前を探して現れるだろう。だからお前も修行を怠るなよ、ご飯。はい。セルの脅威、そして一時的ではあるが人造人間たちを打ち倒すことができたピッコロだが、次なる強敵に備えてご飯たちと修行を続けるのだった。さて、行くか。
様らが人造人間か。やっと面が拝めたぜ。お前も気がついたか、ご飯。はい。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。ダメだ、これ以上は見てられん。ピッコロさん、下がれ、孫。こいつは俺が相手をする。お前に我々が倒せると思っているのか。俺も貴様らと戦うために信用した。行かせてもらおう。これを舐めるなよ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。調子に乗るなよ。終わりだ。くたばれ。逃がさない。貴様らガラクタ人形を倒すのはこの俺の役だ。ベジータ、20号に逃げられたか。おい孫、調子はどうだ。まだ心臓病は発病していないようだが。ああ、でも調子は良くねえな。せめて薬ぐらいは持ち歩くようにしたらどうだ。今はとりあえず体を休めておけ。俺が悟空の家に薬を取りに行くから。そうだな、無天老師様のところが安全だろう。悪いな、ヤムちゃん、みんなに迷惑かけちまって。では俺たちで20号を追いかけるぞ。ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。私がやる、来なよ。言っておくが俺は手加減はせんぞ。相手は強敵だ、俺が出る。俺は地球人やナメック星人やカカロットと手を組んで戦うぐらいなら、一人だけ戦って死んだ方がマシなんだ。素晴らしいコメントだ。俺も出れば2対2でちょうどいいだろ。ただ見てるだけじゃつまらないと思っていたところだ。ちっ、厄介な。
私はあんたの相手をしようかな。油断はできんな。これでとどめだ。パクリキマやるじゃないか。こいつら全く疲れた様子見せない。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。調子に乗るなよ。終わりだ。くたばれ。食らわないよ。引っかかったね。ほらよ。これでとどめだ。パクリキマ。本気でやろう。すぐにわかるさ。こいつらの体力は底なしか。グサン、僕も戦わせてください。修行のおかげか、ご飯の成長が目覚ましい。今の俺とご飯の力があれば。体調はどんどん悪くなる一方だな。ああ、まだ病気になってねえから、薬も飲めねえし、今のオラじゃ、戦っても、明日も、今のままじゃ誰もあいつらには勝てねえ。勝てるほど強くなるためにはピッコロ、ホラの代わりに精神と時の部屋でご飯に修行つけてやってくれねえか。おめえならきっとご飯のパワーをさらに引き出せるはずだ。僕にそんなパワーがあるのかな。おめえも本当は分かってるはずだ。自分は修行で随分と強くなっていたこと。精神と時の部屋とは考えたな。分かった、引き受けよう。だが強くなるのはご飯だけじゃない。俺自身も鍛えて奴らに対抗できるようになるつもりだ。ピッコロさんも、わかりました。僕、頑張ります。見つけたぞ。17号、18号。そろそろ吸収させてもらおうか。やるか。死ぬのは貴様だ。吸収してさらに強くなりやがったか。ご飯、俺たちでなんとか時間を稼ぐぞ。かかりました。
私が先に目を上げるから。激烈光弾、死ぬのは貴様だ。くらえ。どっちが先に目を上げるか。覚悟はいいか。魔漢光殺法。行くぞ。パッ。私のパワーを味わうんだ。予想以上にやるじゃないか。これは一旦引いて気を伺うべきか。くそ、俺たちだけじゃいつまで持つか。この気を、ピッコロ、ゴアン、俺も戦うぞ。体も重いし、暑くて息苦しい。こんなところで一年も。食料も水も揃っている。これは確かに修行に打ち込めそうな環境だ。ここで修行ってどんなことするんですか？悟空はお前をまずはスーパーサイヤ人にしろと、そしてそれをさらに超える修行をつけてやってくれと言われている。それに加え、俺からはお前がまだ不足している部分を重点的に鍛えてやろうと思っている。僕に足りないもの？お前の潜在能力は父親の悟空よりも高い。だがそれを引き出すには戦いの経験が必要だ。俺はお前を殺すつもりで本気でぶつかっていく。それに耐え、お前も全力で来い。全力の戦いを？お前が戦いが好きではないことは知っている。だが地球が滅んでは元も子もない。気合を入れていくぞ。本気で来なければ大怪我するぞ。いきます。激烈光弾。どっちが先に目を上げるか。全力で戦う。それだけだ。敵にぶつかっていった時を思い出せ。あのパワーを自分で引き出すんだ。みんなを助けようとした時を。まだまだこれからだぞ。筋は悪くなかった。今の感覚を忘れるなよ。
さあ、誰が戦いに来るんだ。孫悟空かベジータか。完全体になったセル、戦わなくても分かるほどの強さだ。だが、俺は俺に行かせてくれ。修行の成果を見せてやる。え、ピッコロさんが？どうして？あいつにもなんか歓迎があるんだろう。みんな、できる限りのことをやってやる。セルを倒してやるくらいはな。ピッコロか。予想外だったが、以前会った時よりも様子が違うな。面白そうだ。ああ、こっちもお前を倒すために全力で修行をしてきたんだ。どの程度戦えるのか試してやろう。全力で戦う、それだけだ。俺が上手だ。おほう、思ったよりやるじゃないか。やはり強い。だが以前より強くはなっているが、この私を倒せるとは思えんな。ダメだ。逃げせん。強は激烈光弾。どっちが先に目を埋めるかな。そうしようと。さて、そろそろ本気を出させてもらおうか。どうしたピッコロ、もう降参か。このままじゃピッコロさんが。やめろ。なんだその巨大な木は。面白い。次の相手は貴様にするとしよう。させるか。邪魔だ。死ね。やめろ。何をしている。とどめだ。すぐにとどめを刺せ。もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんなやつはもっと苦しめてやんなきゃ。お、落ち着け。俺はもう大丈夫だ。でもピッコロさん、こいつは悪いやつなんだ。そのままただ殺すだけじゃつまらない。ゴハン、修行を思い出せ。なんでお前が今ここで戦っているのか。家族や仲間を、地球を守るために戦っているんだろう。すみません、ピッコロさん。セル、もう力の差はよく分かっただろう。これ以上戦っても無駄だ。降参してくれないか。
どうした、先ほどの生意気な態度は。思った以上だ、セルのパワーアップが。今度は私が貴様をなぶり殺す番かな。させるか。また貴様か、わざわざやられに来るとは哀れだな。何と言われようが俺にも意地がある。ご飯、俺が時間を稼ぐ、その間に立て直せ。はい。こいつは耐えきれるかな。時間を稼いで。残念だが手を抜くつもりはないぞ。全力で戦う、それだけだ。ダメだ、こいつは耐えきれるかな。俺が浮気だ。なんだこの攻撃は。貴様も限界じゃないのか。そんなことを俺が一番分かっている。だがピッコロさんが。こいつは耐えきれるかな。俺が浮気だ。たまれ、魔境包囲だ。もういい、こうなれば地球ごと貴様らに消えてもらおう。隙ができたか。今なら魔漢光殺法が通じるかもしれない。俺が浮気だ。たまれ、魔境包囲だ。激烈光弾。ダメ、こいつは耐えきれるかな。無駄だ。まだまだこんなものでもいいだろう。こいつは耐えきれるかな。無駄だ。こいつは耐えきれるかな。行くぞ。遅い。くそ、これ以上は俺では。あっ、めっ、あっ、めっ、すごい気だ。これならセルを。そうはさせんぞ。ダメだ。ご飯の木と対等だが、せめてセルの木を。くたばれ。今だ。
そんな。バカな。終わったか。大丈夫か、ご飯。はい、なんとか。でも、お父さんが、僕がセルに対して甘かったから。いや、きっと孫が戦っても同じような結末になっていただろう。しかし、お前ら親子はそっくりだな。相手を殺さず見逃そうとするその甘さも優しさも。ピッコロさん、ご飯。だから自分を責めなくていい。お前の優しさは間違っていない。そのままでいいんだ。僕、お父さんやピッコロさんみたいにもっと強くなりたいです。ああ、強くなろう。さて、行くか。体も重いし、暑くて息苦しい。こんなところで一年も。食料も水も揃っている。これは確かに修行に打ち込めそうな環境だ。ここで修行ってどんなことするんですか？悟空はお前をまずはスーパーサイヤ人にしろと。そして、それをさらに超える修行をつけてやってくれと言われている。それに加え、俺からはお前がまだ不足している部分を重点的に鍛えてやろうと思っている。僕に足りないもの？お前の潜在能力は父親の悟空よりも高い。だが、その力が出せても感情に振り回されては意味がない。感情をコントロールするんだ。今から焦りや怒りに振り回されないよう意識して戦ってみろ。感情をコントロール、やってみます。お前が戦いが好きではないことは知っている。だが、地球が滅んでは元も子もない。気合を入れていくぞ。ほっ、怒りや焦り、恐怖をコントロールしながら力を爆発させる。やってみます。激烈光弾。思い出しながらも落ち着くんだ。神と融合した俺にここまでダメージを与えると、その調子だ。もう怒ったんだ。黙れ！魔境包囲弾！
まだまだこれからだぞ。心を落ち着けるのって思ったより大変だ。その調子だ。今の感覚を忘れるなよ。さて、行くか。なんという力だ。これがどうかというやつなのか。待たせたな。やつがフリーザか。なるほど。確かにとんでもなさそうな化け物だ。これまでのナメック星人とはどこかが違う。弾き飛ばした。貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。終わりだ。これでとどめだ。爆撃魔。でとどめだ。爆撃魔。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。覚悟はいいか。魔漢光殺法。よく見ておけ。お待たせしましたね。さあ、第2回戦といきましょうか。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。ここまでやるとは、私の想像以上ですよ。地獄以上の恐怖を見せてあげましょう。とんでもないパワーだ。だが、粘れるだけ粘ってやる。こっちだよ。バン。調子に乗れ。
この僕にダメージを与えるなんて思っていたよりやるじゃないか。止めてやるよ。今の俺では足止めが精一杯だ。悟空はまだか。くたばれ。調子に乗るなよ。ナメック星人の割にはよくやってるとは思うが、でももうあった。お遊びはここまでにしよう。あの孫の木は今までとは段違いだった。ち、俺がもっと戦えていれば。さて、行くか。いよいよ本番ってわけだ。せいぜい楽しませてくれよ。これをなめるなよ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。こっちだ。終わりだ。くたばれ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。地球をなめるなよ。貴様ら全員一瞬で片付けてやる。
この俺を侮るなよ。ゴア！あらららら！やだだだ！いや！ゴア！うん！ゴア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 ！死ね！ゴア！ゴア！ゴア！これを舐めるなよ。これでとどめだ。バグリヒマ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。どうしやがって。これを舐めるなよ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。なんとかなったみたいだな。勝った。やっほー、やったー。ピッコロ、おめのおかげだ。腕上げたな。今回ばかりはお前たちがいてよかったぜ。この俺が引き返すことになるとは。あいつまだ動けたのか。まさか逃げられるなんて。放っておけ。また来たら倒せばいいだけだ。次は必ず息の根を止めてやるがな。あのピッコロさん、ありがとうございました。そのまた僕に修行つけてくれますか。分かっているだろうが、俺の修行は厳しいぞ。死にそうになっても文句を言うなよ。